兵庫県は今日新たに283人の新型コロナウイルス感染と12人の死亡を発表しました。県内では入院調整中の自宅待機者が急増していて、対策本部会議を開き、今後の対応を協議しています。新たに感染が確認されたのは、10歳未満から90歳以上の男女。 283人ですまた12人の死亡が確認されています今月に入ってすでに132人の死亡が確認されていてこれまで1ヶ月の死亡者数で最も多かった先月の130人を上回りました今日午前0時の時点で入院調整中の自宅待機者が760人と県内では今月に入って 自宅待機者が急増しています兵庫県は先ほど感染症対策本部会議を開き井戸知事は冒頭医療の状況は限界に達しつつあると述べ危機感を示しました県は来月から自宅待機者の家庭を訪問して健康観察を行うことにしていて人員確保のため看護系大学を対象に看護師資格を有する職員を募集しています